二番の文法は、縮約形の活用です。動詞の内形、なきゃ。動詞の内形、なきゃ、いけない。一番の文法で説明しましたが。なきゃ、は、なければ、の縮約形です。動詞の内形。 なきゃいけないは n 5で勉強した動詞の内い形なければなりませんと同じ意味ですある行為事柄は義務であるまたは必要であることを表しますまたセンテンスを最後まで言わなくても意味がわかるときにいけないは よく省略されます。動詞の内形なきゃという形になりますでは例文を見てみましょう1明日図書館は閉館日だから今日本を返さなきゃ 2. これは私が担当しているプロジェクトだから頑張らなきゃいけない。3. 会議の時間を変更する場合は皆さんに連絡しなきゃいけないよ。 では会話の中でこの文法を使う部分をもう一度見てみましょう図書館カードがないと貸し出しできないことになっているんですがじゃあ探さなきゃ